健康のためのウォーキング背筋を伸ばし、ウォーキングを行う女性ウォーキングの一種、ノルディックウォーキングウォーキングは、ウォーキングエクササイズともいい、運動不足に陥りがちな現代人の健康づくりのための歩行運動である。日常の意識しない歩き方よりは、いくらか速い程度の歩き方であり、具体的な速度としては、日本人の平均歩行速度は、 男性が毎分70メートルで女性が65メートルなどと言われるが、ウォーキングの場合は、毎分100メートルくらいの速度が適当とされ、この速度で最低10分以上歩き続ける。ウォーキングエクササイズはジョギングと比較して、膝に負担がかからないところが評価されている。ブリタニカによると、血液循環を良くし、肥満防止、糖尿病予防の効果がある。書籍。 血管を強くする歩き方の筆者は、生活習慣病などの予防や対策のためになると表現し、手軽な運動として、ウォーキングを推奨している。ウォーキングに特別な道具は必要ではなく、家に一般的なスポーツ系のシューズ、例えばスニーカーや一般的なジョギング用シューズなど、かかと部分も平らで高くなっていないシューズがあれば、とりあえず始められる。 オランダでは1910年代に始まった。日本には1960年代に紹介、導入された。日本では日本ウォーキング協会がありウォーキング関連の様々な行事やウォークラリーなどを開催している。日本3デーマーチ、ありがとうございます。